はね、ちょっと内緒にしていただいて、改めて申し上げます。はっきり言います。よそかい踊りは下手くそでーす。そうですね、会場を盛り上げることはどこのチームでも負けません。負けません。一緒にですね、楽しんでいただければという合いの手を用意してまいりました。皆さん、日本代表の合いの手ですか。日本、よしよし、日本、よしよし、あれ、私たちもじりまして、よさこい、よし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 よ上のステージの、ね、メンバーがビームを会場に通過を移すときにですね、向こうの男の子2人が今ジャンプしている2人がですね、走りますので、それと一緒に会場でウェーブをしてみましょう。ちょっと練習してみます。よーい、スタート。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひですね、一緒に楽しんでもらえればと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ踊りと準備お願いします。新天地マッチとはですね、2020年からなかなか思うような活動ができておらず、歌手の国の外の手につきましては、3年ぶりの出演になります。正直ですね、このステージを経験したことあるメンバーが今日ですね、このステージ上に大体5分の1ぐらいしかおりません。また初めての部分で緊張して、なかなかね、思うように踊りができないかもしれないんですが、全力で踊らせていただきます。踊り子気をつけ、見ていただくお客様に礼、よろしくお願いします。お願いします。じゃあメインラスト盛り上がっていきましょう。それでは参ります。新年学科であっぱれ日本祭り日だ。さあ、お客さん、最初からお願いしますよ。「恋を風を起こせ」
新芸組アクトの皆さんでした。ありがとうございました。